オクラホマ州ノーマンに立地するドップラーレーダーを用いた速攻所2005年8月29日ハリケーンカトリーナ上陸直前のドップラーレーダーによる画像ドップラーレーダーとはドップラー効果による周波数の変異を観測することで観測対象の相対的な移動速度と変異を観測することのできるレーダーである観測対象が レーダーから遠ざかっている場合には、ドップラー効果により反射波の波長が長くなる。逆に近づいている場合には反射波の波長が短くなる。この波長の変化を測定することで、観測対象がレーダーサイトに対して、どの程度の速度で遠ざかっているのか、もしくは近づいているのかを知ることができる。検出できるのはあくまでも相対的な速度と変異量であり、 絶対的な距離の測定には適さない。ただ、一台のドップラーレーダーでは一次元的な動きしか捉えることができないため、実際は複数台のドップラーレーダーを用いて同時に観測を行うことが多い。二台以上のドップラーレーダーの観測結果を解析することで二次元的な動きを捉えることができる。なお、レーダーサイトに対して、等距離を保つように観測点を中心とする。 演習場を移動している場合は、ドップラー効果による周波数の変異が起こらないため、静止している場合と区別することができない。対策として、光学センサーなどを併用する製品もある。近年では、モノリシックマイクロ波集積回路により、大幅な小型化に成功し、野球やゴルフの弾道解析、自動車の衝突防止装置や、 高齢者のベッドや浴室での拍動や呼吸による微小変異を検出する見守りセンサーなど民生分野での応用が行われている。ドップラーレーダーは雲内部の降水粒子の移動速度を観測することで雲内部の風の挙動を知ることができるため気象観測に多く用いられる。特に空港においては離着陸する航空機に対する ダウンバーストなどの発生を把握するため順次更新設置されている。アメリカでは竜巻対策としてドップラーレーダーによる監視・警告システムが発達しており、日本でも近年の竜巻の多発を受けて気象庁が2008年3月より全国11カ所に設置したドップラーレーダーによる竜巻注意情報の提供を開始した。ドップラーレーダーによって得られる情報は 風速の一次元量のみであるが、レーダーサイトを中心とした、同型方向の風速の空間分布から、観測領域内の二次元風速を求める、代表的な手法として、BAD や VVP がある。航空機搭載用のドップラーレーダーは、常実の気象レーダーとしてのほか、対地速度を測定して後方に応用するためのものも、多い。航空機において、時期の速度を計測するには、 ピトー管ンが主に用いられるが、これは待機速度を計測するものである。目的地までの飛行ルートや時間の目安となるのは待機速度であり、これを測定する機器が必要となった。また、航空機の場合は観測対象の位置のみを計測するレーダーでは、その航空機より下方に位置する飛行物体については地面との区別がつかず感知が不可能となる。加えて、 地面からの膨大な反射波がレーダーの許容限度を超えるため、下方にレーダー波を照射すること自体が不可能になる。そこで地面と航空機を区別し、地面からの反射波をレーダーの観測対象から除外し、時期よりも下方を探知するため、パルスドップラーレーダーが搭載されるようになった。パルスドップラーレーダーは、特に戦闘機においては必須の装備となっている。 現代の航空戦術においては、発見率を下げるために、可能な限り低空で進行するのが上等手段とされており、低空で侵入した敵の機体を探知するためには、パルスドップラーレーダーが必要となっている。哨戒機は、海上の艦船を監視するため、大型のドップラーレーダーを装備することもある。攻撃対象に接近すると起爆する近接進管に使用される。 パルスレーダーのうち、ドップラー処理を行うものを、パルスドップラーレーダーと称する。これは処理装置と変調器の間に、CW 発生器を挟んで、各送信パルスをコヒーレントとしている。各送信パルスが同じ信号の継続であるために、位相に一貫性があり、受信機は、エコーパルスをコヒーレントに、検波できる。コヒーレント検波は感度において著しい利点を、 有するほかドップラ変異の測定によって、目標の相対速度も測定できる。これらの特性により、クラッタから移動目標を抽出する能力に優れている。しかし一方で、パルス繰り返し周波数に相当する距離以上の目標距離は不確かであるため、連続波レーダーと同様に周波数変調を用いて、即興を行うものや、複数の異なる p r f を用いて、 不確かさを排除する方式が用いられる。さらに、サムブのような最近の圧縮センシング技術は、ドップラーレーダーの通常の分解能限界を超える超解像度を得るのに有効である。マイクロ波の代わりに、レーザーによるドップラーライターを用いる方法もある。これにより、分解能が向上する。装置全体を小型化することも可能で、 軽飛行機に搭載可能な機種も開発されつつある。マイクロ波の代わりに超音波によるドップラー効果を用いる方法もある。医療機器や単照等に使用されるマイクロ波によるドップラー効果を用いる方法もある。かつては大型で専門のオペレーターが必要なであるなど利用に制限が多かったが、モノリシックマイクロ波集積回路の登場により急速に小型化した。 電磁波人命探査装置や見守りセンサーに利用されている。ありがとうございます。